ヤッホー、おはようございます。今日はですね、タイトルにもあるんですけれども、美容室に行きます。久しぶりにイメチェンをしようかなと思って、まあ、夏だし思い切って今までやったことないカラーにしようかなって思っております。なので今日はみんなについてきてもらおうと思って、今回ちょっと美容室行くの久しぶりになったかも。だいたい1ヶ月に1回ぐらいのペースで通ってたんですけど、今回少し期間が空いちゃったの。ちなみに今日も安定にみさとさんのところへお願いするんですけど、やりたい色があるんですけど、今それをまあ事前に相談したんですよ。このカラーって現実的に可能ですかっていう相談をしたら、色落ちがちょっと心配っていう風に言ってて、だからまだ確定ではないんですけど、ちょっと相談しながら決めたいなって思ってます。でも私はもうこうとなったらこうなってしまうので、おそらくそのやりたいカラーをやるとは思う、自分でも。ちなみに今回その私がやりたいカラーなんですけど、何だと思いますか？まあちょっと今回ね、夏っていうこともあって色を入れようかなと思いまして、去年の秋前ぐらいにやった赤ぶりかの色をちょっと今回入れようかなと思っていて、今回なんとグリーンにしようかなと思ってます。どうだろう、似合うかな。グリーンは多分初めてだと思う。なんか毎回オリーブっぽいような、なんかほんのりはやったんですけど、結構今回はがっつりっていうか、グリーンだねってわかるぐらいまでには色入れたいなと思ってて、でも今私はもうグリーンにしたい欲が強すぎてグリーンにしちゃうかも。どうだろう、似合うかな。ちょっとね、不安なんですよ、初めてだから。でも何事もやってみないとわかんないので、今日はチャレンジしていこうと思います。ちなみに最近私ちょっとオレンジっぽいチークにハマってて、私オレンジチーク持ってないから、この 3C のアイシャドウ、アーモンドファッジっていうやつのこの色、結構ね、なんかオレンジブラウンみたいな感じなんですけど、でも私肌がもともと暗めだから、このぐらい濃い方がちゃんとわかるんですよね、オレンジって。最近って言ってもほんとここ数日なんですけどね、これはもう結構バーって濃いめに置いていく感じで、可愛くない？相変わらずチークは濃いめにハマってます。日焼けっぽい感じのチークとか私もともとすごい好きなので、でこの鼻のとこにもちょいっと入れる。リップはロム&の23番、こちらにしました。ちょっともしかしたら後で変えるかも。じゃん、ということで髪の毛も今ちょっと軽くやってまいりました。もうこの髪の毛とも今日でおさらばです。初めてやるカラーっていうのもあって結構ワクワクしてます。今どんな感じになるんでしょう。どうしよう、これで似合わなかったら、キャー。あ、ちなみにちょっとカラコンがなんかしっくりこなかったので変えました。これがね、なんてやつだったかな、マーコンのタンジェリンティーってやつかな。このカラコンなんかちょっとオリーブっぽい感じもして可愛いんですよ。やっぱオレンジチーク可愛いの、いい感じです。ということでまだちょっと時間あるので、時間になったら美容室向かいたいと思います。ということで皆様、この髪色お見納めください。また後でお会いしましょう。バイバーイ。やばい、今日本当に暑すぎて、なるべく日陰を通って行きたいなって思うので、ちょっと遠回りしていきます。その次にやりたい色とかにもよるかもしれない。またベージュっぽく戻すってなったら、多分バラピーチになるかもしれないですし、はいはいはい、でも全然やったことないし、やってみたかったらやるのは、はい、ありだと思います。なんか明るくても、まあ緑にしたら分かるぐらい、はいはいはい、まあ、結構ちょっと深めの方が理想的にはいい、ね、そうなんですけど、どんな感じで想像がつかない。
なんか前に感じるような、ね、結構黄緑っていうか薄い写真を撮ったみたいな、はいはい、黄緑だったら結構ちゃんと金髪に落ちるんですよ、うん、でも超若干あ緑っぽさがあるなみたいな感じなんで、その子結構もっと白っぽい髪なんで、あ元だった、はい、なんでここまでは明るくは戻らなさそうな気がします。なるほど、そんな感じになりそう、なんか赤みたいな感じに残りそう、ちょっとその緑バージョンみたいな感じ。なるほど、顔出してみようかな。じゃあ全然やってみて、はい、見てみたいな。そう、最近もずっとそんな明るくなかったじゃない、明るいけど前みたいなキンキンより、そうですね、でも全然やってみてもいいと思う。お願いします。カットは、カットはレイヤーは結構がっつり入れたくて、うん、だいぶ伸びたんで、ね、伸びましたよね。上は割と短めになって、後ろは毛先とかないぐらい、なんか自然にこう崩れる感じっていうんですかね、はいはいはい、が良くて、うん、さあそしたらこう若干表面もいつもみたいに切った方がいいと思うので、そうそうそう、毛先ちょっと切って、そう、周りはもうちょい切ってって感じでやってきます。お願いします。すいません、マジでベタベタなんですけど、ごめんなさい。申し訳ないです、汗っかきすぎて。いや私もまず会社員でちょっと歩いただけで、そう、前上げるとより暑くないの、すごいね、ちょっと潰れてる、確か重たいから余計そうですよね。なんか少なくてももう、なんていうんですか、束になって、あ2、3本くらいになってる。じゃあカラーから行ってくるんで、はい、濡らします、いっぱい、はい、塗ります、はい、大事に向かう、すごい黄色っぽい、はい、緑かあんま分かんない、確かに。長さは1個だけぐらい、1個ぐらい、2mm ぐらい。
い目ぐらいちょうどかかる。そうですね、顔周り一番短いところがどこでもないと思います。耳たぶぐらい。さあ最後取り留めいただきたいと思います。これもリンクです。私つけた瞬間にね、いい匂いなんで。そうですよね。じゃん、染めてもらいました。やばい、超かわいい。ちょっと風がすごくてあんま見えないけど、めっちゃ可愛くしてもらいました。ちょっと家帰ってまた撮りたいと思います。はい、ということで帰ってきました。イエーイ、じゃじゃーん。こんな感じ見えるかしら、光があるかな。こんな感じで初のグリーンカラーにしていただきました。若干緑がかった色をやったことはあったんですけど、ここまでしっかりは初なので、どうですか、新鮮じゃない？ちょっと結構気に入ってる。なんかやっぱ暗めが良くて暗めにしてもらったんですけど、なんか暗いけど暗くなりすぎなくて、でとってもおしゃれなカラーなので、なんか初カラーの方とかにもおすすめかも。意外と可愛い、まあ、色落ちがちょっとどんな感じになるかまだ分かんないんですが、とっても可愛い色になって満足です。ちょっと後ろ見てもらおうか。こんな感じです。カットもしていただいて、トリートメントもしていただいたので、超サラサラ。たらーんって感じで。本当にいつもありがとうございます、みさとさん。嬉しい。ちなみに、日に直接当たるとこんな感じのカラーになります。ちょっとなんかまだ慣れないから、めっちゃ鏡とか見ちゃうんですけど。どうだろうか。どう？個人的には結構ありなんじゃないって思ってるんですが、どうでしょう。夏初カラーかな、今年の夏初カラーグリーンにしました。ということで、ちょっと今日はイメチェンの動画だったんですけど、なんかぜひ感想とかいただけたら嬉しいなって思うので、コメントお待ちしております。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。